韓国の金カヤグムの天才として有名な小学校6年生のパクゴウンさん。この12歳の少女が韓国の水原で公演を行った。壁画村で知られている水原市のダイアン空間ヌーンで行われたこの公演には水原と日本など海外からの観客が多数参加。いろいろなカヤグムの種類を説明しながら演奏をする公演であり、 伝統楽器と壁画を同時に楽しむ企画であった。6歳の時、実施のパクガウンさんのカヤグム研修に付き添うことで入門し、2016年には景気道の国楽祭りで史上最年少でも優秀賞を受賞した。また、西木子英才コンサートで独創会を最年少で開催した記録など、次から次、 新しい記録を塗り替えている。美しい音色の公演で猛暑にも会場は満員。カヤグムの英才公演の歴史を更新した今回の公演は、景気道と景気観光公社の公演により実現した。日本の金とは似ていて違う韓国カヤグムの新しい世界を体験できるいいチャンスとなった。